こんにちは、売れるカウンセラープロジェクトの北林です。今日ですね、質問いただいていることをお答えしていきたいと思います。質問よろしくお願いします。ブログ、SNS、ホームページから見込み客リストを集めると先生がご指導されています。1ですね、見込み客とはどのような人ですか。2ですね、見込み客の集める、見込み客を集める方法はどうすればいいですか。よろしくお願いしますということなんで、ご質問答えていきたいと思います。まずですね、見込み客って何かってことなんですけど、そうですね、あなたのカウンセリングを受けてくれそうな人、くれそうな人っていう感じで、ちょっとざっくり表現するとこういう感じになるかなと思います。例えばちょっと具体的に話していくと、うつとかの悩みの人であれば、うつとかのカウンセリングしているとかであれば、まあ、うつに悩んでいる人、うつを治したい人っていうのは見込み客になると思います。でそういうのが見込み客ですね。今まだカウンセリングを受けようとか申し込もうとしてないんだけど、申し込んだりしてないんだけど、カウンセリングを今後受けてくれそうな人っていうのが見込み客になります。例えば病気別で、ターゲットを絞ってる方だとしたら、うつを治したいとか、うつを改善したいと思っている人っていうのが見込み客になります。これでわかりますでしょうかね。私の書籍なんかでも紹介してますが、もしちょっとわかりづらければまた聞いてください。それから見込み客を集めるにはどうすればいいですかってことですね。ホームページ、SNS から集めた方がいいです。ブログ、ホームページ、SNS から集めた方がいいですって私も言っているんですけど、例えば、ブログとかでうつの情報を配信しますよね、うつの情報。なんかうつが解決するとか、うつに良い食べ物とか、まあ、ありがちかもしれないですけど、そういうの配信していきますよね。そうすると、これ、うつに興味がある、うつを改善したいっていう人がブログ読みますよね。で、ここにですね、ブログの下とかに、今だと LINE とかでいいのかな？ LINE でうつを解決する方法とか、まあ、うつを克服する方法を配信していますみたいなブログの下に書いておいて、LINE のお友達登録ボタンっていうのをつけとく。で、うつ改善したいって思う人はここで登録してくれるので、これが見込み客リストになりますね。リストって言ってるんですけど、まあ、今ちょっとその名前とメールアドレスとか必ず必要とかってことじゃないと思うので、 LINE のアカウントとかでもいいと思うんですね。見込み客っていう風に集めます。これがブログとかですよね。 SNS も同じようですね。ちょっと SNS によって Twitter、インスタ、YouTube なんかでもちょっと違うかもしれませんが、はい、インスタとかでも同じようですね。動線ですね。例えばインスタでうつの情報とかを配信して、うつの解決する方法っていうのを例えば LINE で配信してます。例えばあと小冊子とか PDF でこういうもの、うつが治るなんか7つの法則とかを配信していますとかで、興味がある方登録したら励ますみたいな感じで LINE やメルマガに登録してもらうっていうような方法になると思います。はい、他にもあるかもしれないですけど、ひとまずこんな感じかなと思います。リストを集める、これで大丈夫か。見込み客を集める、そうですね、まずそのターゲットを決める、ターゲットが集まるサイトとか SNS っていうのを作っていただいて、そこで登録してもらうっていう感じになると思います。はい、これで一度ちょっと使えそうであればやってみていただければと思います。あとですね、実はその見込み客を集めてないカウンセラーさんもいるので、見込み客を集めた方がいいジャンル、それからそうでないジャンルとか、見込み客集めずもう直接申し込みっていうので来てる先生とかも実はいるので、そのあたりはちょっと個別にお話聞いて、集めた方がいいジャンル、そうでないジャンルっていうのとかはお話ししていけるかなと思います。集め方については基本的にこんな感じです。はい。